皆さんおはようございます。ミニマリストのたけるです。このチャンネルではミニマリスト歴10年の僕が視聴者の皆様に自由で身軽なライフスタイルをお届けする朝ラジオを発信しています。家事や片付け、移動中のお供に聞いてください。9月に入ってだいぶ涼しくなってきましたね。7月、8月は暑いので熱中症対策のために子供との散歩は控えてたんですね。だけど9月に入ってだいぶ涼しくなってきたので朝散歩を復活させて、今朝も子供と一緒に、子供はベビーカーに乗せて1時間ぐらい朝散歩をしてまいりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様の今日一日が良い一日になるように、そして一つでも悩み解決のために行動ができるように、いくつかのコーナーを作りました。一つ目のコーナーは、僕やリスナーさんに起こったグッドな出来事、ニューな出来事を朝一番にシェアすることで、片付けや家事、節約、仕事のモチベーションになったり、一日のスタートを前向きに心豊かにする効果があります。もしこの一つ目のコーナー、フリートークを飛ばして本題のテーマを聞きたい方は、下の方に目次、チャプターもついておりますので、本題までスキップしてください。二つ目のコーナーは、リスナーさんからいただいたコメントやお便り、悩み相談に対してミニマリストならではの解釈でお話しできればと思っています。今日も片付け断捨離に関するお便りをご紹介していきます。こちら簡単な僕のプロフィールです。ご興味ありましたらぜひご覧ください。まず最初は今日のグッド&ニューのコーナーです。こちらのコーナーではリスナーさんや僕のグッドな出来事、ニューな出来事をシェアさせていただきます。毎朝昨日一日を振り返って、良かった体験、新しい体験を見つけることで、振り返ることで私たちの思考や感情を前向きにして、人生の満足度が高まったり、ストレス軽減、幸福度アップなどの効果も期待できます。ぜひ皆さんも昨日一日のグッド&ニュー探してみてください。まず最初にリスナーさんからいただいたグッド&ニューご紹介させていただきます。50代後半です。人生初めて本気の片付けのスイッチが入りました。今日早速ゴミ袋5袋縛り上げました。粗末にしてきたものたち、ごめんなさい。感謝の気持ちで整理させていただきました。自分の人生の大整理を子供にやらせてはいけない。子供に迷惑かけないのが親の務め。親にも言いたい。65歳までにはミニマリストになる気満々です。すっきりして老後を軽やかに生きたいです。やる気スイッチを入れてくださりありがとうございます。何度も動画を見てモチベ下げずに頑張ります。というコメント、お便りです。ありがとうございます。ね、50代後半にして人生初めての本気の片付けをされたということで、1日でゴミ袋5袋分って結構すごいですよね。気合が入ってるなぁと思いました。でね、この方がおっしゃられてるように、多くの方は物を捨てることが物を粗末に扱うことっていうふうに思ってる方も結構多いんですけども、前々から僕自身このチャンネルでお伝えしてきたのは、まあ、当然物を捨てることも粗末なのかもしれないけども、それと同類で物を使わずに物置とか収納にほったらかしにしてることも、言ってみたら物を粗末にしてることと一緒なんですよね。だったら同じ物を粗末に扱う行為だったら、物を手放して必要なものだけにしてすっきり身軽に暮らした方が、そこに住む人たちも快適な暮らしになるし、将来本人がまあ万が一なんか病気とか介護とか必要になった時に、周りの家族がまあサポートしやすかったりとか、生前整理、遺品整理もねしやすかったりとかするので、やっぱり捨てにくいとは思うんですけども、
粗末に物を扱ってきたことをね、反省しながら感謝しながら手放すといいんじゃないかなって思います。たとえ不要なものだと分かっていても、一個一個のものにね、やっぱり思い出があったりとかね、ちょっと感情移入して手放せないこともあると思いますが、そんな時はしっかり感謝する、両手で持ってもいいし、まあ、物によってはね、ぎゅっと抱きしめながらとかでもいいので、役目を果たしてくれてありがとうとか、今まで生活を豊かにしてくれてありがとうとか、幸せを与えてくれてありがとうとか、たくさんの思い出ありがとうとか、お疲れ様、ゆっくり休んでねと、一個一個のものに対してしっかり敬意を払うというか、これ物だけじゃなくて人との別れとかでもそうだと思いますけど、しっかり別れ際にきちんと感謝の気持ちを伝えることによって、その別れることのストレスを軽減してくれて、寂しい気持ちも薄れて、前向きになんか別れられるというか、前向きに物を手放しやすくなると思うんですよね。ぜひ皆さんも片付けが苦手な方といいますか、ちょっと心苦しい、一個一個のものに対して感情移入して手放しにくいっていう方は、ぜひ一個一個ね、時間かかってもいいので、一個一個のものと向き合いながら感謝して手放してみてください。この方がおっしゃられているように、子供に迷惑をかけないのが親の務めだとも思うし、自分が今までに買ってきたものを、人生の最後の最後、自分が買ってきたものは最後自分でしっかりまあけじめをつけるというか、型をつけるっていうのは大事なことだと思います。僕もね、このチャンネルで皆さんのやる気スイッチをね、片付けのやる気スイッチをたくさん押せるように、皆さんのモチベーションを上げていけるような動画を今後も作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもね、片付け無理のないように、無理のない範囲でコツコツ頑張ってほしいなと思います。それでは続いて、僕のグッド&ニューも簡単にご紹介させていただきたいと思います。最近ですね、ちょっと大きな仕事が立て込んでおりまして、ようやくそれもね、ちょっとずつ落ち着いてはきたんですけども、やっぱり仕事が忙しくなると、僕の場合はご飯をたくさん食べちゃうんですよね。まあ、やっぱり体力仕事というか、まあ、体力勝負って言った方がいいのかな。まあ、その体力も消耗するから、きっとね、そのエネルギーをたくさん溜め込もうと思って、暴飲暴食とまではいかないんですけども、結構がっつりご飯食べてましたね。だから数日ちょっと体重測るのが怖くて測ってなかったんですけども、そのやっぱり自分の体重とも向き合わないとじゃないですか、健康管理をするってなった時に。だからその向き合うために、ちょっと最近、まあ、ダイエットというか食生活を、ね、見直したんですよ。仕事が落ち着いてきたこともあって、でかつて紹介した食生活からちょっと変えて、今までは朝にスムージー、特製スムージーを飲ん で昼ご飯夜ご飯は普通に食べてたんですけども、最近ちょっと変えて朝ごはんをもう一切なしにしたんですよ。まあ、水はたくさん飲むんですね。1日かけて2リットルから3リットルくらい飲むんですけども、朝は食べないと。で昼も通常通り食べて、で3時ぐらいにおやつとしてスムージーを少量飲むようにしました。朝一番に飲んだ時は結構な量飲んでたんですよ。多分300から500ぐらい、だからカロリー的にも300とか400キロカロリーぐらいあったんじゃないかなと思うんですけども、まあやっぱり体重をねある程度抑えたいから、3時ぐらいに多分100とか200ぐらいの本当にちょっと軽くお腹に入れるぐらいのスムージーを飲むようにして、で夜ご飯をがっつり食べないように、ちょっと空腹を満たすというか、お腹がペコペコの状態で夕ご飯に突入しないように、まあ、そんな風に食生活を変えましたね。でその結果結構ね、その仕事が立て込んで忙しい時にがっつり食べてたんですけども、昨日今日とね体重測ったら全然その健康体の領域の体重だったので、まあ、僕はちょっと一安心、ほっと一安心しました。それがここ最近の僕のグッド&ニューですね。年齢を重ねても年を取ってもいつまでもやっぱり元気でいたいから、体重、体脂肪率っていうのが一個のその指標じゃないですか。だから痩せすぎず太りすぎず健康体の領域を維持できるように、まあ、カロリー調整というか食事管理今後もねしていこうと思っています。これからね、どんどん涼しくなっていくので、お散歩もたくさんできるし、ぜひ皆さんも最近ちょっと太ってきたなと、健康気をつけなきゃなと思った方は、ぜひこれを機に見直してみてください。続いては、
ミニマリストに悩み相談のコーナーです。今日は兄さんからお便りをいただきました。たけるさん、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しています。私はいつも片付けようと思ってもなかなか進まず、いつも悩んで迷ってしまいます。もともと片付けが苦手で、いつも収納に詰め込んで終わり、何冊も何冊も片付けの本を読んでは挫折して、いろんなチャンネルの片付け動画を見てやる気を出すものの、私にはうまくいきません。何かいい方法はありますでしょうか、というお悩み相談ですね。兄さん、ありがとうございます。そう、結構ねこういうお悩みいただくんですよ。まあ、よくあるのが、その片付けってなった時に、まあ、収納をね買ってくる方もいれば、その物を目に見えるところから目の見えないその収納に詰め込んで終わりっていう方もいますし、まあ、当然その片付け本を読むんだけど、なかなか私の家には当てはまらないというか、片付け本読んでも片付かないとかね、あと YouTube チャンネルにある片付け動画を見てもなかなかやっぱり難しいと、結構そういうふうにお悩みの方がいらっしゃいます。で、おそらく僕が思うに、考え方というか、まあ、そもそものそのマインドの部分から変えた方がいいんじゃないのかなと思ったんですよ。まあ、つまりどういうことかというと、片付けがうまくいかない人と片付けがうまくいく人って、そもそも考え方が根本的に違うんですよね。多分おそらく、もちろんその行動する、片付けを習慣化するっていうのも当然大事なんですけども、やっぱりそのマインドの部分、思考の部分から変えていかないとなのかなってちょっと僕自身思いました。つまり古い片付けの常識のままだと、古い片付けの常識にとらわれたままだと、片付くお部屋も片付かないのかなって思います。特にやっぱりそのミニマリストっていうのは、言ってみたらその物を減らすプロみたいなもんじゃないですか。片付け術とか、その収納力に頼った片付けとかじゃなくて、とにかく徹底的に不要なものとかいらないと思ったものは手放していくから、なんかそういう価値観とかマインドを自分の中に刷り込んでいって、もちろん受け入れないものはね、全然その参考にしなくてもいいですけども、どういう人が片付けられるのか、どういう人が片付けうまくいってるのかっていうのをしっかり真似て、行動もそうだし、マインドとか考え方を真似ていく、刷り込んでいくっていうのがまず大事なのかなと思ったりしました。なので今回の動画では、片付けの新常識と題して、古い片付けの常識と新しい片付けの常識を一本にまとめてみました。ぜひこれを機にですね、新しい常識にアップデートしてください。捨てるべきはまず古い常識から始めましょう。まず一つ目、片付けの新常識は、収納力で片付けるのではなく、物を減らして片付けるということです。結構ねこれ多くの人がやりがちなんですよ。片付けよう、お部屋を片付けよう、散らかってるお部屋を片付けようってなった時に、まあ、さっきも言いましたけど、収納を買ってきたりとか、あとはマイホームとかなんかだと、まあ、多分 4LDK ぐらいの結構でっかい家にお住まいの方多いと思うんですけども、収納がたくさんあるから、収納力があるから、だから収納に物を詰め込んじゃう。で、ああ綺麗になった、片付いたって思い込んでるんですけども、でもそれだとその散らかる根本の原因を解決できてないんですよね。意味がないと思います、ミニマリスト的に言わせてもらえば。そうじゃなくて、その収納力とか収納術で片付けるんじゃなくて、物を減らして片付けるっていうのが、まあ、最新のというか、まあ、本来の片付けですよね。つまり収納に物をしまい込むのは間違いで、収納には不要なものを手放して空気をしまいましょうと、余白を作りましょうと、それが僕の中での片付けの常識ですよね。なので改めて言うと、そのとりあえず収納を増やして物をしまい込むような片付け術っていうのは、根本の散らかる原因を解決していませんので、一番の原因は何といっても不要なものが多すぎることなんですよ。で、片付けをして不要なもの、使わないもの、古くなったものとかをどんどん手放して物が少なくなれば、わざわざ収納を買う必要もないし、散らかるものすらなくなりますと。ぜひ皆さんも片付けってなった時は、収納を買ってくるんじゃなくて、家の収納力を大いに活かして
デッドスペースを生かすとか、余力のある収納に物を詰め込むとかじゃなくて、物を減らして収納自体にその空気をたくさん入れてあげる、余白を作るっていう片付け方が一番おすすめですね。続いて2つ目、片付けの新常識は、収納術で美しく見せるのではなく、物を減らして余白を楽しむっていうことです。おそらく物が多い方で、さっきも言ったように、その収納術とか収納力を活かした、そんな片付けをしている方ってやっぱり多いんですよ。まあ当然ですよね、物が多い人にとっては、その大事なスキルじゃないですか。その収納術を学んで綺麗に見せるとか、物を整理整頓してるように見せるっていうのは。だけど、ミニマリスト的な観点で言わせてもらうと、それって本当の美しさではないんですよね。皆さんぜひ旅館とか美術館を想像してみてください。余計なものが一切ないことが本当の美しさなんですよ。つまり繰り返しにはなりますけど、やっぱりその収納力とか収納術を学んで片付けるのではなくて、不要なものを減らして余白を楽しむ、余計なものがない空間を楽しんでいくっていうのが大事だと思うんですよ。収納術でお部屋とか収納を美しく見せるんじゃなくて、余白を楽しむと、余計なものがないことが本当の本来の本物の美しさだと僕は思っています。続いて3つ目の片付けの新常識は、使えるものを残すのではなく、使っているものだけ残すということです。家の中に物をたくさん溜め込む人は、使えるものを残しがちです。それでは一向に片付けは進みません。お部屋は片付かないですね。もし皆さんがお部屋をすっきりさせたいのなら、やることはただ一つです。使っているものだけ残すのがポイントです。もちろん片付け初心者の方は難しいかもしれませんが、お部屋が綺麗に整っている人、すっきりしている人っていうのはやっぱ共通して、今の今使っているものしか残さないんですよ。僕もそうですね。基本片付けるときは、今の今使ってるかどうか、今の生活に必要かどうかっていう、たった一つの基準で片付けていることが多いです。いろんな片付けのやり方方法あると思うんですけども、僕はやっぱりここまで物を減らして身軽に自由に豊かに暮らしているのは、今の生活で必要かどうか、使ってるかどうかっていう、ただ一点の基準で片付けてきたから、まあ、ここまですっきりしたのかなって思いますね。ぜひ皆さんも片付けをするときは、ミニマリストに憧れている人は特にですね、使えるものを残すんじゃなくて、まだこれ使えるから残そうとかじゃなくて、今の今使ってるかどうかを基準に見極めてみてください。正直今の今の生活で、なんなら直近1年間で使ってきたものじゃなければ手放したとしても後悔ないと思いますし、もし万が一半年後1年後に、あ、これ必要だったなって思ったら、またお金を払って買えばいい話だと思います。適宜必要になったものをお金を払って物を用意して、で不要になったものもね、同時にあると思うので、そういったものはどんどん手放していく、まあ、そんな風に循環させていく、自分の持ち物をアップデートしていくっていうのが、まあ、そういうスタンス、やり方が僕は一番おすすめです。続いて4つ目、片付けの新常識は、時間がないから片付ける余裕がないのではなく、片付いていないから時間も余裕もないということです。結構ね、お部屋が片付いていない方に限って、時間がない、片付ける余裕がないっていう風にねおっしゃられてるんですけども、いや逆だと、片付いてないから、そもそもお部屋が、だから時間も余裕もないんだよと、片付ける余裕すらないんだよっていうことが言いたいですね。お部屋が片付いていたら、家事とか整理整頓とか身支度とかもパパッと終わるじゃないですか。使いたいものもパッと手に取れるし、掃除も一瞬で終わるし、洗濯とか掃除とか料理とか洗い物とかもすぐ終わるじゃないですか。物が少なければね、お部屋が片付いていれば。逆に物が多くてお部屋が汚いと、身支度も家事も決断する時間も全てに時間がかかります。使いたいものもパッと手に取れないしね。だから最終的に、結果的に時間も余裕もなくなっていくわけです。なので、もし皆さん、リスナーさんが
いや私片付ける時間ないから余裕ないからと思ってる方は、お部屋散らかってませんか？お部屋がしっかり片付いてないから、物が多いから、時間も余裕もないので、隙間時間でもいいので、1日5分でも10分でもいいので、少しずつ不要なものを減らして、お部屋を片付けて整理整頓していきましょう。そしたら少しずつ時間も余裕もできていくと思います。続いて5つ目、片付けの新常識は、もったいないから捨てたくないではなく、もったいないなら使って捨てるということです。これも結構ね、ありがちですよね。よく聞く言葉です。もったいないから捨てられないと、捨てたくないっていう言葉よく耳にしますね。だけど僕が思うに、そこまでもったいないと思うんだったら、ただただ残すんじゃなくて、使って捨てればいいじゃんと思うんですよ。もったいなくて捨てられないものを何年も残してある方が僕はもったいないと思います。まさに宝の持ち腐れです。物は使ってこそ役割を果たします。捨てるのがもったいないと思うのであれば、しっかり使い切って役目を果たして手放してあげましょう。皆さんの家の中に、もったいないからと、捨てるのがもったいないからと思って残してあるものありませんか？そういうものがあれば、もう今日の今日から使い切っていきましょう。でもし今日から使い切るのと、いやこんだけの量ちょっと使い切れないよっていうぐらいものがあるのであれば、もうそれはね、もう過剰に持ちすぎです。使い切れる分だけ残して、いやこれはちょっと自分たち家族だけでは、自分だけでは使い切れないなっていう余分な量は、数は誰かに譲るとか、未開封で割と新しめのものであれば売るとか、自分の身内とか会社の人にね、譲るとかでも全然いいと思います。寄付とかでもいいと思います。そんな風に不要なもの、使わないもの、余分に増えてしまったものを手放せるようにしてみてください。続いて6つ目、片付けの新常識は、お部屋が汚い人は努力で片付けるのに対し、お部屋が綺麗な人は習慣で片付けるということです。もうこれ何にでも当てはまると思うんですけど、努力っていうのは習慣にはかなわないんですよ。で、お部屋が汚い人っていうのは、まあ、これも当たり前といえば当たり前だし、当然といえば当然なんですけど、片付けようと努力しようとしてるんですよね。部屋が汚い人は片付けようと努力はするんだけど、買い物が習慣になってるわけですよ。片付ける努力と買い物の習慣、勝るのは買い物の習慣なわけですよ。だからどんどん物が増えていくから、片付けても片付けても家に物が増えて、いわゆるリバウンドですよ。片付けても片付けても家の中が物が減らない、散らかってしまうっていう状態になってしまいます。逆にお部屋が綺麗な人はどうかっていうと、その逆が起こるんですよね。毎日片付けることを習慣にして、物を増やさない努力をしてるんですよ。片付ける習慣と物を増やさない努力、当然片付ける習慣が勝るわけですよね。買い物の量が減って、どんどんお部屋の中の物、不要なものが減っていくと、だからお部屋が綺麗になっていくわけです。結論、もし皆さんがお部屋の中を綺麗すっきり片付けたいのであれば、お部屋を片付けること、もう1日5分でも10分でもいいから片付けることを習慣にしてください。できるだけ毎日が無理だったら、週に2回でも3回でもいいです。毎週末片付けるとかでもいいです。とにかく片付けを習慣化して、あとは物を増やさない努力をしましょう。これだけで少しずつ皆さんのお部屋は綺麗になっていくはずです。部屋が汚い人は努力で片付けます。お部屋が綺麗な人は習慣で片付けていくことを肝に銘じて、今後片付けを進めてみてください。続いて7つ目。片付けの新常識は、いつか使うから念のために残したいではなく、いつかは来なかったので今捨てるということですね。これもよく聞く言葉ですね。片付けが苦手な人は、いつか使うから念のために残しておきたいと、よく口癖のように言います。でも片付け上手な人というか、ミニマリストの多くはですね、そのいつかは来なかったんだから、もう必要ないものだと捉えて捨てるわけですよ。この差は結構大きいですよね。片付けられない人、片付けが苦手な人っていうのは、使ってこなかった事実から目を背けて、遠い未来に夢を見るというか、いつか使うんじゃないか、
いつかのために念のため取っておこうっていうふうに夢を見るわけですよ。でもそのいつかっていつまでも来ないんですよね。ただただ夢のままで終わると。でも片付け上手な人って使ってこなかったっていう現実、事実に目を向けるから今の今手放せるわけですよ。そんな風に現実、事実に目を向けて今を生きれるからやりたいこととか好きなことをどんどん叶えていけるんですよね。目標だったりとか。この差分かりますか？いつか使う念のためのこうしたいっていう風に遠い未来を見て夢ばっかり見てる人っていうのは何も叶えられないわけですよ。そのいつか夢が叶う日っていうのは全然来ないわけですよね。だけど事実現実と向き合うから使ってこなかったんだっていう現実事実と向き合うから今を生きれることになって、まあ、当然その使ってこなかったも手放しで身の回りもすっきりするし環境も整うから遠い未来を見るんじゃなくて、まあ、もちろん見据えてはいると思いますよ。こういう夢とか理想を叶えたいっていう。でも今を生きてるからその叶えたい夢とか目標とか理想のために今の今がむしゃらに行動して、だからその夢っていうのが現実になっていくわけですよ。多分僕のチャンネルを見てるっていうことはなんかただただ物を減らすだけじゃなくてそのまあ豊かに暮らしたいとかのんびり暮らしたいとか、まあ、貯蓄したいとか、皆さんそれぞれなんか夢とか目標こんな風に暮らしたいっていうのがあると思うんですよね。僕は前々からミニマリストっていうのはただの手段に過ぎなくて物を減らすっていうのがミニマリストじゃなくてなんか夢とか目標を叶えるためにその足かせになるもの邪魔になるものを手放していく、それが僕はミニマリズムだと思うっていうのを、まあ、ずっと前から言ってるじゃないですか。だから多分僕のチャンネルを繰り返し見てくださってる方はそのことが理解できてると思うんですね。だから結論何が言いたいのかっていうと、もし皆さんが今後こういう生活にしていきたいとかこういう夢とか目標を叶えていきたいと、そういう夢とか目標があるのであれば、いつかと思って残してあったものを今一度見直してみてください。今後いつかは来ないと思うし、そのいつかが来なかったっていう事実と向き合って手放して今必要なものだけに囲まれる、そんな生活にしてほしいなと思います。それが今を生きるっていうことだと思います。続いて8つ目、片付けの新常識は捨てられないから取っておくのではなく、取っておくから捨てられなくなるんだよということです。これね、結構多くの人が誤解してるんですけども、そのなかなか捨てにくいものも出てくるじゃないですか、片付けの時に。だから捨てられないから取っておく人多いと思うんですけども、いやいやと、残して残して残しまくるから捨てられなくなるんだよと。つまりは逆なんですよね。捨てられないと今の今残したものっていうのがずっと捨てられなくなってしまいます。で、捨てられなくなったもの、捨てられないものが増えていくからお部屋にどんどん物が溢れていくんですよね。つまりそうなりたくないのであれば、必要ないと思った瞬間に今の今捨てるっていうことが大事になってきます。不要なものだと分かっているのに、まあ、もちろんね、保留ボックスで一旦様子を見るっていう片付け方法もありますけども、迷ったら捨てるっていう、まあ、言葉とかもあるじゃないですか。そういう片付け方法もありますよね。僕はそっちの方を推奨していて、なぜかというと、まあ、もちろんね、無理に片付けなくてもいいんですけども、まあ、なぜ僕が迷ったら捨てるを推奨してるのかというと、迷って残すってしてしまうと、取っておくとなかなか捨てにくくなるんですよ。しばらくは残しておかなきゃいけなくなるんですよね。存在を忘れるまでだったり、その執着が薄れるまで。個人的には必要なければ頭で捨ててもいいと分かってるのであれば手放す方が僕はいいかなって思いますね。僕自身もそんな風に片付けてきましたけど、何ら生活に支障は出なかったし、まあ、もちろんいくつかはね、買い直したものとかもありますけども、まあ、でも言っても、ね、数千円とかだったから、まあ、いい勉強代になったなとも思うし、あ、自分にとっては今の今の自分の生活にとってはこれが必要だったんだっていう、まあ、気づきにもなったから、まあ、前向きにも捉えられたし、後悔っていうほどではないですもんね。で、本当に買い直したものっていうのはもう片手で数えられるほどだったから、もうほぼほぼもう 99.99999% のものは捨てても良かったものだから、ぜひ皆さんも片付けを進めながら、まあ、迷ったもの、迷うもの出てくると思うんですけども、そこでその瞬間に捨てられないと、残しておくと結局最後の最後まで捨てられなくなるので、もちろん高額なものとかめちゃくちゃ思い出のあるものは無理に捨てなくてもいいですけど、まあ、簡単に手に入りそうなもの
とか、もう何個も何個も家にあるものとかであれば手放してしまった方がいいと思います。僕個人はね。ぜひ今一度、捨てられないから取っておくっていう片付け方じゃなくて、取っておくから捨てられなくなると、それを念頭に入れて、必要ないと、使ってないと分かったのであれば、今の今捨てるっていうことが大事です。続いて9つ目、片付けの新常識は、捨てられないのは物じゃなく、そのものに込めた感情だということです。よくね、片付けが苦手な人が言うのは、物が捨てられないんですってよく言うじゃないですか。だけど、まあ、僕自身ね、お部屋の出張片付けを何十件何百件としてきましたけども、まあ、いろんなね、そのご依頼者さんの、まあ、言い訳というか言い分聞いてきたんですけど、やっぱり捨てられないのって物じゃないなと、そこのそのものに込めた感情というか思いなんだなって思ったんですよ。だから、まあ、さっきは迷ったら捨てるが大事だよって言いましたけど、まあ、当然ね、その無理に捨てる必要はなくて、使ってないけど捨てられないっていうものは一旦距離を置いてほしいなと思います。で、迷ったものと一旦距離を離すことによって、そのものに込めた感情が単なる執着なのか愛着なのかが分かるんですよね。で、この執着っていうのは、ないと不安とか、なくなったらどうしようっていう恐れだったりとか、あとは何だろうな、その過去の出来事、昔これ使ってたから、まあ、将来もいつかは使うかもみたいな、その過去とか不安とか恐れっていう感情なんですよね、執着っていうのは。言ってみたら、で、迷ったものは一旦距離を置いて、それが執着なのか愛着なのかを見極めて、執着だと分かったのであれば、過去にとらわれてるな、あ、不安とか恐れの感情が出てきたなってなったら、それは執着なので、そういったものは手放してください。逆に愛着っていうのは、なんだろうな、なんかワクワク、なんかそれがないと寂しいとか、でもあることによって安心するし、ワクワクする、で、今の今生活に必要というか、まとめると愛着っていうのは今安心ワクワクなんですよ。執着は過去不安恐れなんですよね。全然違うじゃないですか。もし迷ったものを一旦話してみて、なんかちょっと寂しいなと、あることによって安心してたんだな、ワクワクするなとか、今の今の自分には必要なんだなっていうことが分かったら、それは愛着なので、まあ、そういったものは残すべきだと僕は思います。片付け初心者の方は、やっぱり最初は、まあ、迷ったら捨てるを実行してもいいけど、やっぱり最初はね、コツコツやっていくのが大事かもしれないですね。その一個一個に対して、まあ、なんで捨てられないのか、まあ、多分それは感情なんですよ。いろんな思い出とか思い入れもあるだろうし、記憶もね、蘇ってくるだろうし、でもそのほとんどはないと不安、なくなったらどうしようっていう恐れ、過去に引っ張られていることが多いので、やっぱり執着のものが多いと思います。でも僕が思うに大事なのって、過去に引っ張られることとか、なんか未来に対してその不安に思うことじゃなくて、そういうのが大事じゃなくて、前に進んでいくことじゃないですか。今を生きて安心しながら、未来に対してワクワクしながら生きた方が絶対楽しいですよね。だから執着してるものは手放すべきだし、今の今生きるために必要なもの、日用品もそうだし、なんか自分をワクワクさせてくれるものとか、見るだけで触れるだけでなんか気分を高めてくれるような思い出のものだったら残した方がいいと思うし、あることで安心するとかワクワクするようなものだったら残した方がいいのかなって思いますね。もしかしたら最初はね、この執着と愛着の見極めが難しいのかもしれないけど、まあでも僕の感覚を言語化すると、執着ってやっぱり後ろ向きなんですよね。ちょっとマイナスなイメージで、愛着っていうのはなんか心がほっこりするような、なんか前向きな感じ、感情なので、まあ、そこら辺をちょっと一個一個ね、物を手放さない人は練習として見極めてほしいなと思います。で、慣れてきたら多分おそらくその迷ったものは全部捨てられたりとかすると思うから、ぜひそんな風に片付けを進めてみてください。改めて、皆さんが物をなかなか減らせない、片付けられないのは、その物だからじゃなくて、物が片付けられないんじゃなくて、そこに込めた感情なんですよと、それを理解できれば、またちょっと違った角度で片付けも進められると思いますので、ぜひやってみてください。続いて10個目、
片付けの新常識は、片付けられない人は捨てたら後悔すると物を溜め込み、片付け上手な人は持ち続けるストレスを手放したいということです。やっぱり片付けが苦手な人、物を捨てられない人っていうのは、捨てたら後悔する、捨てたらどうしよう、捨ててしまったらどうしよう、ないとどうなるんだろうっていう未来に対しての恐怖感がめちゃくちゃ強く出るんですよ。だから一歩踏み出せなくて片付けられない、捨てられない。でも片付け上手な人っていうのは、なんかそういう恐怖感よりも、なんだろうな、持つことによるデメリット、お部屋のごちゃごちゃ感とか、家事がストレスとか、あと探し物、なくし物が多いとか、部屋がめちゃくちゃ散らかりやすいとか、当然物を持てば持つほどコストもかかりますよね。家賃とか収納とかメンテナンス代とか。だから片付け上手な人っていうのは、そういう持ち続けるストレスを手放したい、なかったらどうしよう、手放したその先の生活どうなるんだろうっていう不安よりも、もうとにかく今持ってるストレスをもう全部手放したいって思ってる人が多いんですよね。所有によるストレスを感じるくらいだったら、もう一旦手放してしまおうみたいな、そんな風に考えています。でまた必要だったら買えばいいだけですよね。皆さんもきっと聞いたことがあると思うんですけど、捨てる苦痛は一瞬なんですよ。で持ち続けるストレスって一生続くんですよ。ぜひ皆さんにはちょっと痛手を負うかもしれないけど、その捨てる苦痛、一瞬だけなので乗り越えてほしいなと思います。そうすれば物を持つ、所有するストレスから解放されて、身も心も自由になれるというか、部屋も綺麗になるし、視界も明るくなるし、お金も時間も生まれるでしょ。今までとは違った人生を歩めると思います。きっと片付けが苦手な方は、特に捨てたら後悔しそうとね、物を残しがちだと思うんですけども、その一方で持ち続けるストレスもねあるから、そこに一旦目を向けてみて、いやこんだけ持つとストレスなことがあるなら、デメリットがあるなら、じゃあ一回手放してみるかっていう、なんだろうな、その思考の転換、見るべき部分を変える、なくなったらこういうことに困りそうとか、ああいうことにも困りそうっていう風になっちゃうと手放さないから、手放すメリット、持ち続けるデメリットに目を向けて片付けてみてほしいなって思います。それでは11個目、片付けの新常識は、本気を出せばいつでも捨てられるのではなく、すぐに動くから本気になれるっていうことですね。これもよく聞きますよね。片付けが苦手な人は、いや自分はいつでもその本気を出せば片付けられるんだと、そんな風にいつか片付けるっていう人は、いつまでもその本気って出せずに終わるんですよね。片付けずに終わります。要は口だけっていうことですよ。でも本当にこれ片付けだけじゃないと思いますけど、片付けもしっかり、人生に対しても仕事に対してもそうですけど、本気になれる人ってすぐ動き出す人だと僕は思います。いつかやるとか、いや自分本気出せばこんなもんじゃないからって言ってる人は、いつまでも本気を出せずに終わる。だけど本気の人とか、本気出せる人って、そういうこと言わないですもんね。すぐに動き出して本気を見せつけるわけですよ。つまり行動が先、考えるのは後、口を動かすのではなくて体を動かす、そういう人が本当に本気になれるんじゃないかなって思いますので、ぜひ皆さんもね、本気で片付けに打ち込めるように、本気で片付けられるように、1日5分でもいいので、まずは行動すること、考えるよりもまず行動することが重要だと思います。続いて12個目、実は逆だった片付けの新常識12個目は、どこから片付けるか悩むより、目の前のものからまず片付けるっていうことですね。これもよく聞きますね。私物が多すぎてどこから片付けていいのか分かりませんと。こういうお悩み、ご質問よくいただきます。だけど、もちろんね、いろんな片付け方ありますよ。スモールスペースから片付けましょうとか、簡単なところから片付けましょうとか、例えばクローゼットから片付けるのがおすすめですよとか、いろいろあると思うんですけども、さっきも言った通り、いろいろ悩むぐらいだったら真っ先に行動した方がいいと思うんですよ。で、次第に慣れてきますから、経験値がたまってね、あ、こういうふうに片付けてきたけど効率悪いなとか、こういうふうに片付けた方がいいなとか、で動くからこそ、行動するからこそ、いろんな情報も入ってきますしね。別の人はどうやって片付けてるんだろうとか、
なんでこの人こんなねお部屋すっきりしてるんだろう、どういう片付け方をしたらこういう風に綺麗になるんだろうっていう風に自分の方から主体的に学ぼうとするから、まず行動だと思うんですよ。だからどこから片付けようって悩むんじゃなくて、もう目の前のものからすぐ片付ける、そういうスタンスが僕は大事だと思います。あと、まあ補足としてというか追加で伝えたいことは、まあ、目の前から片付けることも大事だし、まあ、直感でここ片付けなきゃなとか、ここ片付けた方がいいなって直感で思った場所とか物とかがあれば、まあ、そういうところから片付けてもいいと思います。で、おそらくそこの場所、そのものを片付けるときに迷ったものとか、まあ、ちょっと難しいな、ハードル高かったな私にはってなることもあると思うので、そういった場合、僕だったら一旦その迷ったものとか無理だなと思ったらもう捨てられるものだけ捨てといて、で切り替えてまた別の場所を片付けるとか、簡単なところから片付けようとか、やった結果をフィードバックして、じゃあどうすればいいのかっていうふうに僕だったら考えますかね。なので話をまとめると、まあ、皆さんねきっとどこから片付けようと悩む人もいると思うんですけども、個人的におすすめなのは簡単なところから片付けるっていうのがおすすめですけども、まあでもとにかくすぐ行動した方がいいと思うので、まあ、まず目の前のゴミから捨てるとか、直感であそこ片付けたい、ここ片付けた方がいいな、ここ物を減らしたらすっきりするだろうなって直感で思ったところから片付けてみる。でもし難しかったり、いやなかなか捨てられないなってなったら別の場所に取り組むとか、じゃあどうすればいいんだろう、どうすれば片付けができるんだろうっていうふうに、まあ勉強っていう行動に移してみるとかでも全然いいのかなって思いますね。続いて13個目、実は逆だった片付けの新常識は、片付けなんていつかやればいいではなく、未来の自分を助けられるのは今の自分だけということです。片付けが苦手な人というか、片付けを面倒くさがってる人っていつかやればいいというふうに思ってますよね。いつか本気出すと、まあ、そんな風に未来の自分に託しがちなんですよ。でも片付け上手な人は未来の自分、近い未来の自分を楽にするために今の自分が片付けを頑張るわけですよね。将来のことを真剣に考えているからこそ行動に今の今移して、で結果として未来の自分が楽になるわけじゃないですか。家事も楽になる、掃除も楽になる、なんなら物が少ないから育児も楽になるし、で時間にもお金にも余裕が出てくるでしょ。皆さんね、ああ片付けてよかったと、あの時片付けて本当によかったというわけですよ。だから片付けって本当に早いうちがいいと思うんですよね。いつかやればいいんじゃなくて今やった方がいいんだよと。結局年取っちゃうと体調不良もね増えてくるし、体もね、まあ、ボロボロというか腰が痛い、足が痛い、重いものを持てないとか、肩が上がらないとかなってきちゃうから、若いうちに元気なうちにやれる時にやった方が、片付けた方がいいと思います。未来の自分を助けるためにも、未来の自分を助けられるのは今の自分だけですからね。ぜひ皆さん、これを聞いた皆さん、今日の今日明日片付けを始めてみてください。そして最後14個目、実は逆だった片付けの新常識14個目は、片付けたところで人生なんて変わらないのではなく、物を捨てるから人生が変わり始めるんだよということです。僕も最初ねちょっと半信半疑だったところがあります。物を減らしたところで、お部屋を片付けたところで、そんな人生劇的に変わるわけないと最初ね、僕はね海外のミニマリストのジョシュア・ベッカーさんのより少ない生き方っていう本を読んで、動画の冒頭でも言ったように、その物を捨てると夢が叶うというか、夢を叶えるために物を捨てようみたいなことが書いてあって、いやいや物を減らしたところで夢なんか叶うこないだろうと、ただただ面倒くさいし体力消耗して終わるだけじゃないかなってぶっちゃけ思ってたところがあります。でもその一方でちょっと希望の光が見えた部分もあるんですよね、まあ、これやれば変わるかもみたいな。で僕の場合はもうやるっきゃなかったので、まあ、どうせダメだったら、まあ、当時難病の潰瘍性大腸炎が再発して1年間ぐらいね、自宅療養ですることもなかったし、働きたくても働けなかったし、で貯金もね、底をついて、もうやらなきゃやばいと、売れるものを売らないと、とりあえず明日食べるご飯がないと、家賃とかもね滞納しても嫌だし、とにかく片付けるしかないっていうので片付けたら、あ意外にいいじゃん、いろんなメリットに気づき始めて、でそこから僕のミニマリスト生活っていうのが始まってったんですけど、まあ、きっとおそらく昔の僕のように、僕がね片付けるメリットってこんなんですよと、
早いうちに元気なうちに片付けましょうよって言うけど、いや本当かよと半信半疑の方もいらっしゃると思うんですよね。片付けたところで人生なんか変わりっこないと。だけど、まあ、僕の人生経験からも言えるし、あとは日本全国のミニマリストさんね、何百人とも取材してきましたけども、皆さん口を揃えて言うのは、物を捨てたから人生変わったっていう人もいるし、まあ、僕は物を捨てるから人生が変わるっていうよりかは、その物を捨てることがきっかけになって人生が変わっていくんじゃないかなと、まあ、人生が変わり始めるんじゃないかなって思うんですよ。おそらく僕のチャンネルを見てる方ってもともとお部屋だったりとか、まあ、買い物が趣味で物をたくさん溜め込んでた人が多いと思うんですけども、まあ、そんな習慣、物を溜め込む生活っていうのを一変させて、もう買い物もほとんどしない、まあ、物欲もなくなって、欲しいものもなくなって、でお部屋には物が少なくて常に整理整頓が行き届いていて、めちゃくちゃ綺麗なお部屋に住む生活になったら、もう全然暮らしって違うじゃないですか。絶対人生変わりますよね、良くも悪くも。今までにない選択をする、もともと買い物が好きで物を溜め込む人が物を買わない、極力買わない努力をして、で不要なものをどんどん減らしていくっていう、今までにない選択、全く逆の選択を取ることによって人生って変わっていくと思うんですよ。つまり人生が変わるきっかけ、これ全員共通だと思いますけど、今までにしてこなかったことを選んで行動する、これが僕は人生のターニングポイントになるというか、人生が180度変わるっていうことだと思うんですよね。逆のことに挑戦する、今までに挑戦してこなかったこと、今までにしてこなかったことに挑戦するから僕は人生変わると思うから、だから片付けって大いに人生変わるきっかけになると思っています。物を捨てるから人生が変わり始めるということですね。ぜひリスナーさんの中で今までの生活を一変させて人生変えていきたいと思っている方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。まずは片付けから始めましょう。きっと皆さんにとってもね、片付けっていうのはいい先行投資になると思います。ということで、以上14個が実は逆だった片付けの新常識ということでご紹介させていただきました。改めてみーさん、コメントお便りお悩み相談ありがとうございました。何かの参考になってくれたら嬉しいです。リスナーの皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今日の朝ラジオいかがだったでしょうか。今日のメインテーマでは、実は逆だった片付けの新常識と題してお話をしてみました。ぜひね、参考になった部分がありましたら一つでも実践してみてほしいなと思います。最後のお知らせです。この朝ラジオでは皆様からのお悩みや質問、リクエスト、こんなテーマを話してほしいとか、この人と対談してほしいというリクエストとかもどしどし受け付けております。そしてもし今回の動画が良かったと感じた方がいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録してくださいますと僕の発信のモチベーションになりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは良い一日を。